こんにちは、美動家のみーです。人生豊かに美しく。コロナに感染してやっと回復しました。でそれでちょっと寝込んで2週間ちょっと経って、ショッピングリフトここやって、18日経ってここをやって今16日目なんですけど、曲がってるね。ちょっとまだここね、黄色いのがあるんですよね。それ以外大丈夫です。で、ちょっと、脂肪溶解注射をね、やってたので、すっきりしたような気もしてたんですけど、実際私、2キロ痩せちゃったので、2.5 キロ痩せて、ちょっと今1キロ、戻ったところなんですよね。だから顎下に関しては、脂肪溶解注射の効果がタイミングよくちょっと病気になって痩せたので、ちょっと、わかんないですね。でもちょっともう一回やろうかなと思います。今回量少なくてもいけそうな気がする。ただね、掴んだ時に、痛いんですよね、全体的に。ここだけちょっとそんなに痛くないけど、ここは痛いな。ここのシワを取るとあかんなと思うんですけど、梅干しシワみたいに、ここなんか音が筋なんだっけ、筋肉があるように、ここに私ね、めっちゃ発達してるんですよね、ほら。これ、ボコってしてる。だからこれが私発達してて、そこにシワがやっぱつきやすい。もともと顎が小さいから、しょうがないのかなーって、まぁちょっと思うんです。あ、ただね、本当にスッキリしたの、痩せたの。背中わかるかな？ちょっと待ってね。なんか久々に撮影してるから。髪の毛やばくない？前髪。ちょっとね、ほら、わかります？ちょっと姿勢はちょっと悪いんですけど、ここはね、結構、減ったの。脂肪が、痩せるときって、ごめんなさいね、全体的に痩せるじゃない？から、そのせいかなとちょっと思うんですけど、そう。で、今透明ってか、これか。キャンメイクのマーメイドスキンジェル UV のグリーンを使ってるんですけど、ちょっと赤いのは、これはね、ハリとかのダウンタイムじゃなくて、私はまだちょっとこう、肌が弱くて、で、感染して、なんか何日目かな？ 5 日目とかに、あんま食べれなくて、あれ、解決病なのかな、なんか唇とかの皮膚が、すごく腫れて、めっちゃ血が出たんですよ。血が出てて。だから、もともと血がほら、出やすい体質だから、あとやっぱちょっと喘息がね、出てて、すごく息苦しかったんですよ。だから、寝るときね、こうやって寝れないから、こっから、背中からもう、高くして寝てたから、なんていうのかな。だからちょっと横向いて寝てたんですよね。こうやってやっても少し軌道が下がったりするから。そう。でも本当に家こもってて、なんかこの2日、昨日からすごく食べるようになって、味覚もね、なんか戻ってきたかな。はじめ甘いのしかちょっとわかんなかったんですけど、しょっぱいのがね、なぜなら朝食べた、昨日の朝食べて、お昼食べて、で、同じの食べた時、夕方ちょっとつまんだ。しょっぱすぎて食べれなかったんですよ。なんかそれぐらい味覚がちょっと戻ってきたんだと思うんですけど、そう、暑い。少しね、平熱だったんで、平熱ちょっと、高くて、微熱ですね。待機期間が終わって、3日経った、昨日は平熱だったんです。今日もちょっとこう、ちょっとまだ7度超えたり、6度、9度が、ちょっとギリギリな感じ、少しね、汗ばんでる感じですね。もうあんま出かけていいって言うけど、体調的にあんまりそんな万全っては言えないかなと思って。何でも上がるんだろう、これ。重いのかな、携帯が。そう、なので、脂肪溶解注射ね、
もうちょっと体重良くならないと、あの体調がいい時にやるよりもね、腫れちゃうと思うんですよね、カベリンね。だからさ、もうちょっと良くなってからやろうと思います。うん、でもね、リハビリはね、待機期間終わってからリハビリ行ってます。でもいい感じですね。もう8月終わりますね、あっという間。ここもなんか腫れてて、なんかね、ジェーマーシェンかな、体が多分弱ってるから出やすいんでしょうね。うん、って感じです。カメラめっちゃ傾いてる。うん、ちょっとだけ久々メイクしようかなと思って、ちょっとこの辺ね、切れちゃったんですよ。ニキビがね、潰れたりして、一個だったのがめっちゃ増えてる。で、昨日オーディナリーのビタミン C をね、これだ、 30% の方、今もちょっと塗ってるんですけど、だから少しね、腫れは引いたんですけど、まだかな。体弱ってる感じはちょっとしますね。酸素飽和よりも私の場合、こう心拍数が、大丈夫、めっちゃ分かってる。心拍数がちょっと上がりすぎてて、ちょっとどこ近いの、ルビー。だからなんかね、顔色が悪いのもあるんですけど、皮膚が薄くなって、ちゃんと毎日顔洗ってたんですよ。日焼け止めちゃんと塗ってて、具合悪くても。窓開けて換気したりもするし、犬がね、うちにいるけどめっちゃ頑張ってて、トイレも本当にね、我慢してくれてたんですよ。ちゃんとマナーをしてたんですけど。で、私が動けないともうずーっと一緒に寝てくれてて。で、気がついたも日が暮れてるって感じで。待っててくれましたね。そう、だから、その後にちゃんと、散歩っていうか、外ちょっと出て、いつもおしっこさせてるとこ出てね。ってなるとしないんですよ、家で。マナーをしてても。これ、フィットミー。フィットミーグル。もうちょっとね、色変えようかなって。もうこれ一番明るいのかな、グローだと。で、ずっと咳が出てたので、化粧もね、久々です。2週間ぶり。なんかうちの犬が爪でカリカリしてますね。そう。ちょっと平たい。でね、顔触るのもね、痛かったんですよね、感染。なんか私、体痛くて、リハビリもしてるから、それでちょっとこう、熱っぽくなっちゃうんですよ。体の中で炎症を起こしやすいから。それもあって、普通にこう、鎮痛剤飲んでたんですけど、鎮痛剤ってほら、解熱作用あるじゃない？それもあって多分私、熱あったのに、熱測ってるんですけど、解熱剤の効果で多分気づいてなかったのかなと思って、で病院に行って検査した時も、初め一応コロナの検査もしたんですけど、大丈夫だねって言われたら、あれってなって、なんか検査2本出るんですよ、陽性だったら。初め出なかったのね。そしたらよく見たら、あれって感じで薄くなとこから出てきたんですよ。で、看護師さんとなんか確認してて、あ、やっぱちょっともうこれ陽性だねってなって、で帰ったから解熱剤もらってなくて、熱も出てなんか軽症かなって言ったら、その日からもすごい高熱が出て、人生初の高熱。しかもカロナールをね、800とか飲んでるんですよ。痛くて痛くておかしいと思って、苦しくて飲んだらそれも37度5とかで、そっからね、全然下がらないんですよ。1日は上限量の薬飲んでたんですけど、めっちゃやばかった。そう、なんか4日間くらいかな、高熱でしたけど。だからちょっと YouTube ね、また上げられるかなって思ってたんですけど、やっぱちょっと持病がいろいろあるから。でも私、酸素飽和度はね、なんかギリギリだったんですよ。24個とかあんま切んなかったんですよ。でもただね、心拍数だけがずっと110とかいってて、でたまにやっぱ跳ねたりしてたんだけど、まあなんかギリギリ
もうちょっとひどかったら多分救急車呼ばなきゃいけなかったと思うし、呼んでもね、どうにかできたのかな、わかんないですよね。だって今ほら、発熱外来もさ、診察大変だって言うじゃない？でも私、だから、たまたまだけど解熱剤？普通にまあ痛み止め飲んでて、結果的に発熱せずに済んでたんだよな。発熱に気づかなかったが正しいのか。知らなかったら病院行けないしさ。で、咳もね、本当に、でも咳喘息だったのね。そう。でさ、ここさ、マリオネットラインさ、こっちよりこっちが薄いよね。わかります？ほら。影が薄いの。ちょっとアングルできなくなるかな、光。でも、この中ね、やっぱずっとの風邪ってほら脱水になるでしょ。だから口の中のなんていうの、乾きが結構ねしっかり乾いてる。だからそのせいで口がレッブラン、口がね、なんていうの、開けにくっていうかな、口がね乾いてる奥が。そう、なんか久々にメイクする。いやもうほんとさ、具合悪いしさ、家から出られないからさ、何もしなくなっちゃうじゃない？だから、よかった。なんかもうスキンケアもさ、ギリギリしたし、ギリギリってかもう最低限しかできないよね。初めの2日間も拭き取りだけやってました。出せばじゃん。換気扇止めたから。今日結構涼しいんですよ。え、何？今日ね、8月の、ん？ 29？ だから、30？ あれ？明日が31、30か今日。だから、ね、え、でもさ、もう髪の毛さ、なんかやっぱ上手な美容院なんですよね。なんかプリンがね、白髪あれ結構出てるけど、でも、1ヶ月ぐらいちょっといけてない割にそんな目立たないかなって自分で思うんですよ。鏡見てても激しいプリンじゃないんだよね。なんかやっぱすごい上手な美容院だなと思って、そう、美容院行きたかったんですけど、なんか結局行くタイミング今ちょっとなかったと思ってね。なんか久しぶりに化粧しようと思うとさ、どこに何があるか問題。いや、分かってるんだけど、多分もう増えちゃってるよね。そう、というか眉毛描こうとしたのに、眉毛これで描いてみようかな。濃いやつまだ使ってなかった。あのね、アイシャドウちょっとアイブロウに入れると一体感が出るんですけど、まあ、ちょっと黒いかな。まだ舞いますから。なんかやっぱりちょっと食欲なくて、今日普通に乳麺作って食べましたけど、まだお味噌とかね、だしの味がわかんないですね。今日本当に熱出てから初めてコーヒー飲みました。カフェインって体に良くないじゃん。大丈夫です。やっぱちょっとさ、スネコス糸がこの辺でなってると思うんだけど、ちょっとクマが気になるかな。よく寝てたと思うんですけど、でも昨日とかやっぱちょっと寝つき悪かったかな。睡眠薬飲んでたけど、昨日は寝れなくて。うちのワンちゃんがなんかちょっとお腹の調子が悪くてそう。で起きて。なんかもう玄関に走っていくからさ、あ、やばいんだなーと思ってついてて、緑。でしたらめっちゃなんかお腹が緩くて、吐いてはいなかったけど、ちょっと緩いのがいっぱい何回か出て夜中行きましたね。3時とか。8時2時半でしょ。で、3時半。で、4時半、6時とか。
けどおかしかった。で、今すっかり元気になってご飯も食べて。ちょっと昨日ね、牛乳あげたんですけど、いつも平気なんだけど、ちょっと量が多かったんだよね。ちょっとこんなに合うかな、違うかな、はい、ちょっとさ、やっぱなんか頭ぼんやりまだしてんだよね。待って、マジでダメなにしてる気がする。今日はね、夕方リハビリに行くんですけど、夜ね、ちょっと人の家で一緒ご飯食べようかってなって、多分食べないと思う。その人も体調が悪いし、ちょっと赤いからさ、チークいらないくらいだよ。フェイスパウダーしとこう。あ、そうだ、海外コスメさ、買ったと思ったんだけど注文できてなかった。でも全然化粧してないからさ、出かける、あ、でもやっぱほらここすごいスッキリしてるね。何来たの？うちのワンちゃんがお目見えです。やっぱちょっと汗かきやすくなったかなって感じです。ブラシは使ったら軽くティッシュをして。でも痩せたかな。あ、ほらティッシュもちょっと、これなんかも2回目いらない。はいはい、今行くよ。やっぱちょっとずっと寝込んだから、ここの線が回るとこなんかがすっごいって。